全国のご主人人の皆さん、こんにちは。えのきジョージです。前回は、久しぶりの神社のご主人のご紹介ということで、くるみね神社のご紹介をさせていただきましたが、見ていただいてありがとうございました。天狗のご主人がとても素敵でしたね。くるみね神社は、栃木県の鹿沼市というところにあるんですが、今回ご紹介いたします神社というのはですね、こちらもまた、同じく鹿沼市に鎮座する今宮神社というところです。いやー、こちらもね、とても素敵な神社なんですよね。それではご覧ください。どうぞ。皆さんこんにちは。本日えのきジョージはですね、栃木県鹿沼市にある今宮神社に来ております。いやー、やっぱね、栃木県とか来るとね、空気が綺麗ですよね。それでは早速参拝に行きたいと思います。こちらです。鹿沼今宮神社。栃木県鹿沼市に鎮座する日光二良山神社の分社的性格を持ち、かつては日光山鹿沼今宮権現とも称していた神社。創建は、社伝によると延暦元年、西暦782年。当時は現在地の北東、御所の森とされる鹿沼市泉町に鎮座していたが、戦国時代になると下野宇都宮氏の家臣であり、戦国大名の身分なくさが鹿沼城を築くと、天文3年、西暦1534年に城の鎮守として現在地に移し、今宮と称した。それから数十年後の天正18年、豊臣秀吉の小田原征伐で北条氏についた三部氏は滅亡することとなったが、その後は鹿沼宿の氏神となる。時は経ち明治に入ると、今宮神社と社号を改め、豪社に列せられた。昭和に入り、県社と昇格し、今日に至る。10月になると、ここで行われる秋祭りは全国的にも知られており、ユネスコ無形文化遺産及び国の重要無形民族文化財に指定されており、この祭りの日には、氏子崇敬者だけではなく、多くの人たちがこの鹿沼今宮神社に訪れる。御祭神は大名無知の御事、田子姫の御事、アジスキ高彦根の御事。気になる御利益は縁結び、夫婦和合、病気平癒、五穀豊穣、産業開発、商売繁盛、健康長寿、開運などなど。拝殿の左側へ行くと、9つの神社が合祀されている庫舎がある。
拝殿の右側には小結神社、火の神である小結の神を祀っている。水神社、水の神である水はのめの神を祀っている。ホムタワケの御事、つまり王神天皇を祀る八幡宮。琴平神社、偉大な精霊の主とも言われている大物主の神を祀っている。神楽殿、ここで奉納される大々神楽は鹿沼市の無形民俗文化財に指定されている。その隣には神与社、美しい神輿が祀られている。実に見事ですね。大韓光徳の石灯籠、貧困にあったこの鹿沼の地を建て直した大韓を称え建てられた石灯籠。その脇にある階段を上がると、階段を上り切るとそこには神社がある。匠神社、ここに祀られている神についての詳細は不明なのだが、先々代の宮司の時よりこの地にあると伝わる。この匠神社は今宮神社の摂末社ではなく別のくくりの神社のようである。そしてここは少し高台になっており、本殿の様子がよくわかる。現在の本殿は軸部に残された墨書きなどから下沢村の大工斎藤宮春により延宝9年1681年に改築されたものであることが知られている。また1845年から数年間かけて唐門が新築され、石塚義明により本殿に彫刻が施されるなど大掛かりな修繕が行われた。しかし見事な彫刻ですね。なんか鬼瓦もすごいですね。一通り参拝を終えたら社務所にて御朱印を。鹿沼今宮神社、ここは優しい気持ちになれるような空気が流れる1200年以上も続く歴史ある神社。ぐるるるバーン、いかがだったでしょうか。鹿沼今宮神社、本殿の彫刻とか本当素晴らしかったですよね。
本当はですね、前回ご紹介した古峰神社へ行く前に立ち寄ったんですよね。古峰神社と同じ鹿沼市にあるということで、すぐ近くにあるのかなと思ったんですけど、距離にしてだいたい30キロぐらいってとこですかね。そして、車で行くと、だいたいそうですね、40分ぐらいで着きますかね。まあ、地味に遠い。鹿沼駅からも、新鹿沼駅からもアクセスがとてもいいので、電車で行ってもとても行きやすいかと思います。まあどちらも駅から歩いてだいたい30分ぐらいですかね。そしてここはね、秋祭りが有名なんですよ。今年はね、新型コロナウイルス拡大防止のために中止になってしまったそうなんですが、このお祭りはユネスコ無形文化遺産と国の重要無形民族文化財に指定されているんですよね。で、このお祭りに出される、このね、彫刻屋台というのがとっても素晴らしいんですよね。まさしく日本の芸術文化です。この祭りでぶっつけというのがあるそうなんですが、これがですね、2台以上の彫刻屋台が、交差点とかね、そういうところでこう、鉢合わせになると、お囃子を競い合うというね、これがとても素晴らしいんだそうです。これは、鹿沼秋祭りと言われているそうで、今ね、えのきが行ってみたいお祭りの一つなんですよね。素晴らしいですよね、この彫刻。もうね、集まった人たちが掛け声を上げたりとかするそうなんですが、めちゃめちゃ盛り上がりそうですよね。いやー、ぜひね、行ってみたいですね。はい、こちらが今宮神社の御朱印でございます。どうですか？これね、古峰神社に行く前に、こういただいて、それで帰りの日にまた行っていただいたんですよね。どうです？書き手の方が違うんで字がまた違うんですね。いやー、どちらもこの素敵なね、この好きな感じの御朱印のね、雰囲気ですね。かっこいい。いかがですか？こちらの御祭神が大名無知の御事、つまり大国主の神ですね。出雲の主神です。こちらが田子姫の御事。この神様は宗像三女神の一柱で、沖の島に祀られている神様ですね。そして、スサノオノミコトの娘であり、大国主の妻です。大国主っていうのは、たくさん奥さんがいるんですよね。で、大国主の神と、タゴリ姫との間に生まれた、アジスキタカヒコネのミコト。蛇神様とも、雷の神様とも言われ、農業の神様です。今回は、このタゴリ姫の御事とアジスキタカヒコネの御事の絵を新たに描かせていただきました。ここは日光二良山神社の分社と言われている神社なので、御祭神も同じなんですよね。このね、日光の二良山神社といえば、以前も行ったことありますし、動画にもしたことがあるんですが、ここはね、もうそこいら中に御神木みたいな大きな木が立ってましてですね。いやー、本当にね、神社もね、社殿も、また境内も素晴らしかったですね。素晴らしいといえば、この今宮神社の、この彫刻屋台も素晴らしいんですけれども、このね、社殿に刻まれた、この施された彫刻、こちらもまた美しいんですよね。特にね、後ろ側の本殿の彫刻がね、これがまた目を奪うものがあります。カラモンも素晴らしいですよね。これもね、彫刻がまた美しかったです。このね、社殿も、このカラモンもそうなんですけれども、共にこの栃木県の指定文化財なんですよね。いや、こういうものをね、この目の前でこう拝見できるっていうのは、とてもありがたいことですよね。で、こういうね、歴史に触れられるっていうことでも、こういうね、神社とかお寺に行くっていうのは、なんだかね、得した気分になりますよね。もうね、この今宮神社へ行ったのが、だいたい3ヶ月ぐらい前のことなんですが、なんというか、とてもね、すがすがしい気分というのが、このね、まだ心の中というか、この感触的にね、この感覚的にも、なんか残っているという、とにかく、気持ちのいい空気の流れている神社だな、という印象でした。いろいろなことが落ち着いたらね、またね、えのきも行ってみたいと思いますけれども、皆さんもね、ぜひ、もうこちらおすすめですので、行ってみてください。今はね、まだ、なんかこう、気分的にね、あちこち気軽に行けるっていう感じじゃないですよね。でもね、そんな中、参拝行くときには、十分に注意を払って、気分のいい参拝をしてくださいね。えのきもね、そろそろ、神社とかお寺の参拝に行きたいと思っておりますけれども、まあ、なんというか、まあ、状況を見てですけれどもね。それから、もうね、これから夏が来ますよ。夏ですよ。もうね、これからどんどん暑くなっていきます。今までね、この自粛生活で、
こういうなんか外に出たりとか、こう運動することもだんだん減ってきていたじゃないですか。このね、夏の暑いところにこの体力がないっていうのはね、結構大変だと思います。それからね、マスクしながら、外を出るっていうのはこの暑い中、この熱中症、これ本当に気をつけていただきたいなと思います。えのきもね、熱中症癖あるんで、いや、本当にもう気をつけていかないといけないなと。くれぐれも皆さん、熱中症対策、これ忘れずにね、すぐに涼しいところに逃げるとかね、あまり無理をしないようにするとか、皆さんしてくださいね。本当に熱中症怖いですから。今回は栃木県鹿沼市にある鹿沼今宮神社というところのご紹介をさせていただきましたが、他にもたくさんの神社仏閣のご紹介をさせていただいております。よかったらね、他の動画も見てくださいね。最近では日本神話のご紹介などね、語らせていただいております。もちろん、神社仏閣の御朱印の方もたくさんご紹介しておりますので、他の動画も合わせてご覧ください。それでは、次回も元気にお会いいたしましょう。ぐるるる、バーン！最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。Twitter、Instagram をやっています。詳しくは説明欄をご覧ください。コメント、高評価などいただけたら励みになります。